エルンスト・フェルステマン・エルンスト・ビル・ヘルム・フェルステマンは、ドイツの図書館員、言語学者。ドイツにおける、固有名史学の草分けであり、また、マヤ歴やマヤ天文学を、初めて解明した。フェルステマンは、プロイセン王国の団地比で生まれた。ベルリン大学とハレ大学で、カール・ラハマン、フランツ・ボップ、アウグスト・フリードリヒ・ポットラに比較言語学を学んだ。 1844年からダンツヒで家庭教師及びギムナジウムの教師として働いた。1851年にベルニゲローデに移りリュゼウムの教師及びシュトルベルク図書館の会員を務めた。1865年にドレスデンの王立公共図書館の上級図書館員に就任した。この図書館はマヤ文字で書かれたドレスデンコデックスを保有しておりフェルステマンを マヤ文字研究の道に進めることになった。1887年に退官し、その後は1898年まで、ザクセン王のための小さな図書館で働いた。1900年に、シャルロッテンブルクに引っ越し、1906年に、そこで没した。フェルステマンは、空運市場に民間語源の研究を発表した。ベルニゲローで時代にドイツ語の固有名詞辞典を出版した。 1863年にはドイツの地名を出版した。1880年にドレスデンコデックスの忠実な複製をカラーで出版した。ドレスデンコデックスの原本は第二次世界大戦で水に浸かり、ひどく損傷したため、フェルステマンの複製が最も重要な資料になっている。その後、1887年から1898年まで、 かけて出版した全7巻のマヤ文書解読をはじめとして、マヤ文字に関する多数の著書や論文を交換した。フェルステマンは1887年にディエゴデランダのユカタン事物記の中の日付に関する記述をもとに4、アハウハチクム区に始まる長期歴を解明し、また584日からなる金星の後天周期をマヤ人が知っていたことを明らかにした。 1893年には月食の表があることを明らかにした。ありがとうございます。